はい、どうもラギです。今日はですね、リルガンにサブ性能をつけて戦っていきたいと思います。で、これをつけることによって、ボムの飛距離が伸びるので、今回9番ボムを使ってるんですけど、9番ボムを遠くに投げて、敵を倒そうみたいな作戦。はい、間違えしました。バッテラストレートの縄張りバトルです。よろしくお願いします。で、今回なんですけど、ボムのサブ性能をいっぱいつける動画をね、前撮ってたんですけど、前回はスプラッシュボムでやりました。で、今回はね、9番ボム使って、やっていけたらいいなと思って、この武器、リールガンですね。リールガン使って、いきたいと思います。よろしくお願いします。なんか言えたわ。なんか、最近言葉が詰まっちゃってね、言えない事件が起こってるんですけど、言葉にできました。よかったです。なんか実況、結構やってきたけど、気分によっては、テンションによっては喋れない時があってさ、そういう時は俺カラオケ行ってんすよね。テンション上げて。え、なんか倒したよ。これ9番じゃない？あ、落ちちゃった。ナイス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 。よしよし、9番置いとくとね、いい感じで倒せてる。よし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 、これ塗って、丸みさじゃなくて、アーマー貯めつつな。味方助けてボム投げていこう。なんか、先陣来て戦うのもできるけど。あ、当たんね。むずい。オッケー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 。まだいそうだな。でも、ああいうのはさ、ボムでいい気が。え、やったーやったやったー、すげえ。ああいうのボムでいい気がする。わざわざ倒しに行くんじゃなくてね、ボムで。だからインカももったいないかな。いや、でも持っとくか。敵が来るタイミングだな。全然来ないけど。あ、これ右降りた？右降りてるか？いや、まだ上か。ナイス玉怖いな。あー、危ない。いや、マジで危ない。あ、ちょ、これ無理だな。ボム投げとこう。来させないの、ボムだけ投げとく。あ、いるね、まだ。センサーかかってるわ。おしゃ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 。申し訳ねえ。まだいるぞ。え、ちょ、やばい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もう一人いたか。ナイス、いけ。なかなか、ボム置いとけば敵が出てくるときはメインでも倒せるわ。9番ボムっていろんな使い方、敵を倒す以外でも塗る、スペシャル貯めるときに使ったり、敵の場所を移動させるってのもできるから、結構、使い勝手すごい良くてね。使いこなしてるとすごい面白いと思います。あれ、敵が来ないぞ。そういう時はボムです。来ない時にはボムを投げる。これ当たるんじゃない？はいはい。あれ、あとね、射程が届かなかったな。いや、強え、味方が。味方が強え。はい、あとちょっと、あとちょっと。これ逃げたか。ちょっと当たってるけど、これ多分逃げてるから。あ、待って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 、ほれ。よしよしよし、オッケーオッケー。また上から塗ってるだけで勝ちよ。はい、来るなー来るなー。オッケー、気持ちいい。キュイーンって当たると気持ちいいよな。ありがとうございました。オッケーオッケー、いい感じに倒せたかな。9番ボム意外と当たってたな。こんなに当たるとはちょっと思ってなかったけど、いっぱいつけててよかった。よし。今回さ、サブインクのつけてないから、9番ボムあんま投げれないんだけど、遠くに投げれる分、もしかしたら敵が倒せるのかもしれない。さっきの試合も、なんかそんなに9番ボムで倒したつもりはなかったんですけど、意外とキル入ってたり、結構届くんですよね。こことか届いちゃうからね。ほら。大エント、大エント。で、近くの敵はメインで倒すっていうことができる。怖っ。ハンコは怖いな。うわっ。怖っ。逃げるな。めっちゃ逃げる。あ、オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、これ右側いるね。ほい。実はこの右側もさ、スペシャル入れることができて、ほい。だから届いてるよ。結構届くんだよ、やっぱ。サブ性能をつけてるだけ。ナイスナイスナイス。やられてる。うわっ、危ねえ。危ねえ。
よかった、隠れてたな。ナイス。正面は味方見ているからこっちだな。はい、9番。やばい、なんかやることなくなってきちゃった。本当に9番ボンブ投げてるだけで勝てるかも。はい、抜けてきたのだけね、メインで倒せばいいんじゃないかな。安全にボムも投げつつ、近くは倒していく。あれ、ここだ。待って。めちゃくちゃ焦ってた。相手も俺も焦ってた、今。ここ塗られてんの怖いな。あ、当たってる。ナイスー。はい。ここにいるのがラストですよ。ここですよ。よし。あー、ごめん。二人だけだったな。ナイス。これ有利になるでしょ。あ、これ右側塗った方がいいかもしれない。まあ、ゴムとか投げ捨て、前に出すぎてね、ちょっと全然塗れなかったので。ここは、塗る。死んだ時に塗ってあげるのが一番やな。まあ、ボムの遠投をつけてると死ぬことあんまないからさ、特に縄張りバトルとか、後ろから様子見てボムだけ投げれるから、それがまた良い。でもすごくない？こんな届くんだよ。こんなとこまで届く。敵高台だって余裕だから、ね。ほい。ここも多分嫌がってる。必戦。ああ耐えちゃう。ごめん、インカーマー使っとけばよかったな。ちょっとおろそかにしちゃった。もったいね。まあ、でもこれは勝てるか？ピンチはついてないんだよな。塗り的、いやー待って、このナイス玉わかんねえ。いや、わかんねえ。最後めっちゃナイス玉仕事してた。あ、でも、でも合うかな。よーし、危ねえ。はい、よろしくお願いします。てかずっとね、バッテラストリートなんですよ。ステージをいじってるわけではなく、てかいじれないや。そもそもいじれないんですけど、なんかずっとこのステージやってる気がする。まあ別にいいんですけどね。橋の奥に投げられる。やった、強くない？はい、あそこの橋のブロックのさ、土手みたいなところに投げとけばね。ここでしょ。そっち降りたのか。橋行こっかな。あ、いや待って、やばい。あ、なんか来た。やらかしい。降りなきゃよかった、やらかしい。ハンコ見ると倒しちゃいたくなっちゃう。またちょっと塗ろっか。これちょっと塗ってあげよう。俺がしっかりと塗る。で、ここ潜伏で行くしかないな。で、ボムの上でスーパー着地ためてだな。どうしよう。てか、ここ届くのやば。やった、倒した。やった、マジで強い。え、ここ届くんだね。投げてみ、初めて知った。うわ、怖え。よし。竹。スクイック倒したぞ。これでかいんじゃないか。よし、一回返した。一回塗り返そう。ジ君が大変なことになってるから。ふい。これ3点バーストも強いですから。やべ、竹だ。ね、スクイックにじゃない、竹だ。竹はちょっとやばいな。インク踏んだ瞬間終わる。山で守って。これ倒しに行くか。あ、味方行ってるな。ハンコ頑張れ、ハンコ。降りてきた。え、当たんない。申し訳ない。あ、申し訳ない。すまね、頑張れ。ナイス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 、すまね、ほんとにすまね。すまないな。嫌だ。うわぁ、ごめん。待って、クリボうまい。クリボっていうかあれか。竹とクリボか。おい。よし、いい感じじゃない？あと、この子処理すれば大丈夫だ。ほい。強い。3点バーストしっかり決めていけると、キル数は本当に早いから。決めて、おい！やった！気持ちいいな、当たると。すげえ気持ちいい。うわ、危ねえ。なんだあれ。竹やばいな。竹やばい。
うわ、ハンコも来てる。ちょっと待って。これ倒す。あ、てんか倒してるぞ。ああ、ごめん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 。でもなんかボブで倒したぞ、最後。いや、これ頑張ってくれ。わかんないな。あ、これわかんないな。最後までわかんない試合だった。どっち勝ってんだろう。お願い、お願い、お願い。いや、わかんねえ、お願い、お願い。俺どっちだっけ？俺紫か。頑張れ。ああ、やった